政改革こそ成長戦略の一丁目一番地です時には国論を二分するようなこともあるでしょう TPP 交渉への参加を決定した時もそうでしたしかし私は成長のために必要であればどのような岩盤にもひるむことなく立ち向かっていく 覚悟です本日、規制改革会議から答申をいただきました。その主な成果を紹介しましょう。インターネットによる一般薬品の販売を解禁します。ネットでの取引がこれだけ定着した事態で、対面でもネットでもとにかく消費者の安全性と利便性を高める というアプローチが筋です消費者の安全性を確保しつつしっかりしたルールのもとですべての一般薬品の販売を解禁いたします新しく国家戦略特区を創設しますロンドンやニューヨークといった都市に匹敵する国際的な ビジネス環境をつくる世界中から技術、人材、資金を集める都市をつくりたい、そう考えています。マンハッタンでは昼間と夜間の人口にほとんど差はありません。街の中心部での居住を促進するために、容積率、規制も変えます。あらゆるエネルギー技術を国内で投資することで、 伸ばしそしそて世界に展開するこれこそが、自然小国、日本の唯一の生きる道です。今後、10年間の日本の電力関係投資は、過去10年間の実績の1.5倍である30兆円規模に拡大できると考えています。空港上下水道 高速道路など施設ごとの特性に応じた最適な PPPPFI を推進していきます。このアクションプランをもとに今後10年間で過去10年間実績の3倍に当たる12兆円規模の PPPFI 事業を推進してまいります。今こそ日本人も日本企業もあらん 限りの力でで爆発すすべき時です民間活力の爆発これが私の成長戦略の最後のキーワードです一人当たりの総所得は足元の縮小傾向を逆転し最終的には年3%を上回る伸びとなりますそして10年後には現在の水準から 150万円増やすことができると私は考えています。停滞の20年から再生の10年へ、チャレンジ、オープン、イノベーション、そしてアクション、成長戦略によって日本経済を停滞から再生へと大きく転換してまいります。